開店前の静けさ、バイトって感じする。バイトじゃないから。そうよ、バイトじゃないの。うん、わかってるって。アイドルの仕事だよな。学園外のステージに立てるチャンス絶対ものにするから、足引っ張らないでよ。そっちこそ、そんな怖い顔で接客して足引っ張るなよ。アイドルは歌と踊りで見せるものだから。そのステージに来てもらうために笑顔で挨拶。分かってる、ちゃんとやるから。本当？じゃあさ、リハーサルやってみよう。はあ？ほら、アイドルらしくスマイル。スマイル。はい、ダメ。二人ともしっかりしなさい。昨日の担当だった中央会長がニュースになったの知ってるでしょ。ああ、めっちゃたくさん人が来て会場に入りきれなかったってな。そう、私たちだって負けてはいられないわ。目標は一つ、会長を超える集客をするわよ。はあ、できるわけないじゃん。目標は高く設定しなきゃね。ステージ見たでしょ、あそこをいっぱいにして。私が次のプリモステラだって教えてあげるんだから。はあ、次のプリモステラは私なんだけど。決着をつける日が楽しみね。たく、好戦的なやつら。こうして時代のプリマステラが3人揃ってるんだから、プリマステラにだって勝てるわ。そう信じているのは私だけ。先に乗せられるのは尺だけど、勝てる気がしてきたな。そりゃあ会長を超えられたらいいなって思うけどさ、まずは言われたことをちゃんとやらなきゃじゃん。ほら、今日の仕事行ってみ。アニメイトの一日店員。アニメイトを盛り上げるためにお客さんの対応を。お客様。お客様。私たちが変なことやっちゃったら迷惑がかかるんだから、最初は余計なこと考えないでしっかりやりなよ。私を誰だと思ってるの。花見咲きよ。この日のためにアニメイトの仕事はリサーチ済みだから。言っとくけどレジ打ったりしないからね。挨拶だけでいいんだよね。挨拶だけでステージに来てくれるわけないでしょ。私たちの歌が聴きたいってそう思わせないとダメよ。そんなこと言われても。お店が開いたわ。タイミングを見て会長越えの作戦会議をするから、それまでちゃんとやるのよ。まだ心の準備ができてないのに。私の名前は花見さ。
次のプリマステラを取る女よ。今からちゃんと覚えておきなさい。私、そうなんだ。そう、話はそれだ。ことね、ごめんなさい、てまりちゃんってば、久々でガチガチなんです。緊張なんかしてない、私は。最初にてまりちゃんに声かけたってことは、もしかして。じゃあ残念だったね。今日はミスズもリンハもいない。そうなんだ、羨ましいじゃない。テマリ、あなたね、空気読みなさいよ。初手でファンを逃がすなっての。そんなつもりない。今日はたまたま一緒の組なんです。午後からのステージは3人でやるわよ。久しぶりにてまりちゃんの生歌聞けちゃいますよ。ちょっと時間空くけど来てくれたりします？おお、やったじゃんてまりちゃん。ほら、誘いなって。聞きに来てくれたら嬉しいです。チラシ持ってくる、時間と場所書いてるから。もう、ヒヤヒヤさせないでよね。少し焦っただけだから。あれが少し？まあ、そういうことにしておいてあげるわ。あなたなりのアイドル像があるなら、無理に曲げる必要はないもの。そんなのじゃないのに、なんて言えばいいんだろう。でも、そういう時はすぐに私たちを呼びなさい。ファンの子を悲しませるのは許さないから。それはそう、ごめん。ま、そしたら私のファンになるかもしれないけどね。私のファンだからあなたには渡さない。見くびらないで、吹っ切れたから。じゃあそろそろやるわよ。会長超えの作戦会議。それってさ、具体的にどうすんのさ。笑ってないで早く言いなよ。私が考えてないと思う？
だから早く言いなって。テレビ局を呼ぶのよ。よし解散。ちょっと、ニュースになったらたくさん人が来るでしょ。テレビ局が来るわけない、非現実的すぎ。それに人が来た結果ニュースにならないと意味ない。バカじゃないの。なんですって、ちゃんと考えてるわよ。あ、はい、ごめんなさい、さきちゃんがうるさいですよね。SNS? やめてもらった方が。いいわよ、私が許可してあげる。待て、炎上したらどうすんのさ。わざわざ声かけてきたんだから好意的に紹介してくれるわよ。それとも炎上するようなこと言うつもりなわけ？私もいいと思う。嘘、マジ？会長越えを目指すならチャンスは全部ものにする。さっきそう決めたから。それにテレビ局を呼ぶよりはずっと現実的だと思う。はあ、ったく思い切りがいいんだからさ。わかりました、動画アップ OK です。大丈夫かなこいつら。ってことで私たちの動画は自由に撮っていいわ。他の日は違うからそれだけ注意しなさい。それで今から質問タイムにしようと思うんだけど、誰かこの花見咲に質問したい人はいるかしら。いい質問ね。私の趣味はトレーニングよ。筋トレ、ランニング、もちろんアイドルのレッスンもね。さき、意外とファンとの交流うまいね。手まりは苦手そうで質問タイムが私心配。問題ないよ、中等部の頃からいろんな経験を積んできてるから。さっきヤバそうだったくせに。フォローする準備しとこ。それもいい質問ね。体作りに欠かせないのは適切な栄養摂取よ。せっかくだから見せてあげるわ。あ、この花見咲特製スーパースタミナドリンクを。感動で言葉もないよね。聞いてるんだよバカ。いきなりそんな怪しいゲーミングドリンク見せんな。ゲーミングドリンクですって？どこが怪しいのよ。ありえない色してるとこ。発酵してるところ。かっこいいじゃない。
気のせいでみんな呆然としてる。私はここまで完璧な仕事をしてたのに、サキのせいでもうおしまいだよ。たまりにだけは言われたくないわ。ほら、いいからしまってしまって。今のなし、全部なし。皆さんも何にも見なかったですよね。わかった人は、あぁ！よし、ほら、さっきやり直し。やり直し？この花見さき特製！だからゲーミングドリンク出さないでって！なんだかすごく人が増えてない。あら、もしかして私目当て？絶対違うから。このタイミングで増えるのは変でしょう。これ見て、バズってる動画。さっきの私たち、私って動画でも美しいわね。自分の顔に見とれてる場合じゃない。ほら、めっちゃコメントついてる。どれどれ。この子、月村手まり、久しぶりに見た。初手でファン逃がしそうで可愛い。少し焦っただけって顔真っ赤にしてるの可愛い。アップされてるわ。作戦会議草、テレビ局呼べるわけねえだろ。何これ、アニメートでアイドルがコントやってるの、行く行く。もっと違うところ撮りなさいよ。あ、スーパースタミナドリンクがアップされてるわ。やば、めっちゃ拡散してる。ダークマターじゃん。やばすぎて腹痛い。これ飲むの。待って、見に行く。アニメートの新商品ってマジ？なんですって。ねえ、見に来るって人が結構いるけど、もし動画を見た人たちが来てるんなら、もっと増える。用意したの？スタッフさんに決まってるじゃん。こういう時は聞くのが一番。やっぱり慣れてるけど。まさかこんなに増えるとは。スタッフ
さんに迷惑かけらんないし、あの二人はバイト慣れしてないし。ステージまであと少し、私が持たせなきゃな。ちょっと、質問は一人ずつ。はい、そこの人。だから違うの。あれはスーパースタミナドリンクって言って、非売品、アニメートでは売ってないわよ。おお、さきちゃん頑張ってるね。琴音が余計なこと言ったから。SNS でもスーパースタミナドリンクが一番人気なんだからしゃあないじゃん。 CG 疑惑まで出てて、本当かどうか確かめるために来てる人もいるし、注目されたんだから結果オーライっしょ。それはそうね。このお客さんたちが来てくれたらステージも大成功だわ。それより琴音、あなた大丈夫？さっきからあっちこっち走ってて疲れてない？おお、気にしてくれてたんだ。当然じゃない。3人でやらなきゃステージ成功とは言えないわ。心配すんなって、そのくらい考えてるからさ。信じられない。え？あなた疲れてるでしょ。私の目はごまかせないわよ。そんなわけないじゃん。ほら、こんなに元気元気。せっかく注目されてんだし、またトークするんでしょ。もちろん、当初の予定とは違うけど、使えるものは使うわ。なら休んでなんかいられないし、二人だとマジで心配だし。休む気はないのね。ならこっちにも考えがあるわ。やりたくてやってんじゃないんだけどな。って、なんで私だけ座ってんの？疲れたままステージに立たせたくないから。このくらい平気だって。あなたね、完全にへばってるのに何強がってるのよ。一人で座ってんの？休憩室に行きたくないって言うなら仕方ないよ。だって私がいないとさ、二人だけだとみんな帰っちゃうじゃん。なんで知って？ねえ、琴音がこんなこと言ってるけど帰らないわよね。でもちょっと嬉しいかも。にしても休む時間ももったいないなんて、根性あるじゃない。そりゃしんどいけどさ、会長超えるって言ったじゃん。さきたちがやる気なのに足引っ張れないし。私だって真面目にアイドル目指してんだから。
やりたいんだ。琴音の気持ちは分かった。感動したよ。根性あるね。尊敬する。キモ。なになに、てまり急にどうした。さっきスーパースタミナドリンク琴音に飲ませよう。よく聞こえなかったかな。あれを飲めば元気になるんじゃないの。お前自分が飲むんじゃないからって。いい考えね。琴音、飲みなさい。飲むか。やっと観念したね。身をもって証明してあげなよ。スーパースタミナドリンクの効果と安全性を。こいつ性格悪い。手まりもどうぞ。なんで二つ目が出てくるの。お仕事の前に三人で飲もうと思って。気が利くでしょ。てまりちゃんさ、この状況でまさか飲まないなんて言わないよね。飲むよ。当然プロだから。そうこなくちゃ。じゃあ同時にね。わかった。よーし。あ、飲むのめっちゃ勇気いるんです。見た目怖いし。よーし。ちょっと失礼すぎない？制作者の目の前で。よし、覚悟決めた。じゃあ行くよ。せーの。怖いんだけど。琴音、体調はどう？バッチリ回復した。これならバッチバチに踊れるよ。ついに来ちゃった。いよいよね。みんな、これから準備するからもう行かないと。私がちゃんと踊ってるところ見に来てくださいね。私の歌聞きに来て。見たことないステージ見せてあげるわ。よし、あと一頑張り。気合い入れてくぞ。もうちょっと休んでれば。魔法の薬じゃないんだから。大丈夫。てまり、さっき
本当ありがとね、助かった。私は別に何もしてないよ。どういたしまして、後でマッサージしてあげるわ。私たちお店の仕事ちゃんとやれたかな。みんなステージ見に来てくれるかな。さあ、わかんない。 SNS じゃまだ閲覧伸びてるけど、帰るって人もいるだろうし、わかるのは私たちなりに精一杯やったってこと。好きなんだよね、労働後のこの感覚。ちょっとちょっと、まだ終わってないでしょ。ここからが本番よ。わかってるって。会長に勝つ。この感じならワンチャンありそうだしね。アニメートに来てくれた人たち全員私のファンにしてやるから。その息よ。さあ、そろそろステージに向かいましょう。私たちに会いに来てくれたみんなに見せてやりましょう。初星学園から来た未来のトップアイドルのステージを。ああ！